YouTube 吹き替えるチャンネルへようこそ。はい、こんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。 MC を務めます水内由紀子です。今日もよろしくお願いします。この YouTube 吹き替えるチャンネルはテレビで見られる日本語吹き替え版作品の見どころ、聞きどころ、そして出演声優などをご紹介する番組です。そして本日ご紹介する作品は X-Men 2です。近々の放送日は2021年3月21日日曜日午後2時30分からワウワウプラスさんで放送されます。そして出演の声優をご紹介します。はい、まずはですね、プロフェッサーの大木民生さん、そして山地和弘さん、有川博史さん、本田孝子さん、日野ゆりかさん、段智之さん、高田直子さん、後藤敦さん、並川大輔さん、小島幸子さん、小林優子さん、稲垣隆さん、そして水内由紀子さん。ということで、はい、こういう面々で、お送りしております。詳しくは、ワウワウプラスさんのホームページをご覧ください。ということで、大変お待たせいたしました。毎回、鋭い切り口と、海より深い映画愛で作品を語っていただきます、ミスター吹き替えるさんです。どうぞ。あ、ミスター吹き替えるです。よろしくケロ。こんにちはケロ。こんにちは。未だ慣れないですケロ。ケロがなんか板についてきましたでケロ。X-Men 2。はい。ようやく、水内さんがご出演された作品を紹介することができまして、ありがとう、嬉しいけどよ。お心遣いありがとうございます。はい、まずは見どころをお願いします。はい、X-Men シリーズ、かなりスピンオフも含めて作品が多いんですが、はい、この2作目がですね、うん、方向性を決める重要な作品と言えるんではないかなと。まあ、一作目っていうのは、そのキャラクター紹介とか能力紹介とか、そういうのが中心にどうしてもなっちゃいます。シリーズモダンも特にどうしてもそうなるんですけど、続編から、じゃあもう設定は皆さん理解してるということで、いよいよ、本編をドライブかけて動かすっていうのが大体二作目になります。まあ、007とかもそうですけどね。ロシア愛を込めてからヒットがどんどん出ていくと。はい、で、二作目は当然一作目より制作費もかけました。うん、それから、世界興収も1作目よりも、ヒットしましたと。いうことで、まあ、この X-Men っていうシリーズを、確固たるものにする、それが、まあ、この X-Men2 だったと言っていいんじゃないかなと思います。はい。はい。で、まあ、見どころもいっぱいで、まあ、オープニング、最初からもう見せ場たっぷりで、最後まで、まあ、ノンストップで、物語もアクションも広がっていくと。で、まあ、シリーズがどんどんできていって、はい、過去を描く作品っていうのが、この後作られますけど、で、まあ、シリーズが進んで、ちょっと過去編を描いた、作品が出ます。で、それが X-Men First Generation っていう作品ですけど、はい、これを見て、まあ、その次の Future and Past もあるんですけど、その辺を見てから、もう一回最初に戻ってみると、結構この X-Men 2にキーポイントあるなっていうのが、分かったりもして、もう一回楽しめるっていうのもあるんで、で、ワウワウプラスさん、今回、X-Men、シリーズで放送してるんで、まあ、見てる、全部見ると、うん、なかなか、面白いんじゃないかなと。あ、より深く、X-Men が分かるよっていう感じですよね、はい。はい。そうですね。はい。そういう意味で、ちょっとこの2は注目作の、シリーズの中でもちょっと注目作かなとは思ってます。はい。はい、で、声優さんもとても豪華なので、はい。やっぱり、ベテランの方から、まあ、当時新人だった方までいろいろいらっしゃるんで、なかなか演技のね、絡みとかも面白いところあると思いますので、そういうところも聞きどころかなと思います。うん、はい、はい、ありがとうございます。これがまあ収録されたのが2003年ぐらいだと思うんですが、そうですね、はい、2003年ですね。はい、ちょっと趣向を変えまして、今回ね、吹き替えるが、ミスター吹き替えるが質問します。水内さんに。え、私に？嘘。
ご出演、ご出演されてた方なんで、あ、ぜひ当時のね、エピソードとかを覚えてらっしゃることで結構なんで、教えていただければなと思います。2003年ですからね、今からもう18年前？はい。おかしい、私17歳なのに。ということで、そうですね、まだ私、実は2000年デビューなので、まだ3年目の本当に新人でした。はい。なので、この劇場公開版のお仕事が、まだ本当何本目か。なので、まずそのスタジオにいられることがもうドキドキし、ワクワクというか、先輩方の芝居がもう本当に楽しかったです。うん、後ろからこう見てて、うん。全員集まってらっしゃいました。はい、全員集まってましたね。この時は、はい、集まってました。確か。17年前、18年前なのですけど、確か集まってたと思います。スケジュールで抜けてる方はいらっしゃったかもしれませんけど、基本は、確か撮ってました、ずっと。はい。これ、1日撮りで行けました。2日分かれましたかね。確か来てない方がもしかしたら他の日で撮ってるかも。ああ、じゃあ、その集まった方では最初から最後まで一応行って、はい、そうです、そうです。朝から晩まで撮ったって感じですかね。はい。この子、当時は、あんまりに2日に分けるのっていうのはなかったですね。反対に。そうですか。はい、1日で、その、てっぺん越えってよく言うんですけど、12時超えるまで、はい、までやってましたね、その当時は。反対に。スケジュールが取れないのもあったのでしょうが、うん、1日でやるっていうのがなんか、普通だったような気がします。なるほど。はい。やっぱり長い時間だと、皆さん、やっぱり お疲れも出てきちゃうし、あと、スタジオ あのスタッフの方も、ね、はい、帰れなくなっちゃうんで。そう、前は、そうですね、遠い方は早く帰らされて、はい、で最後まで行ってどうしてもてっぺん越えしちゃった方にはタクシー券が出てましたけど、はい、今はもうないですね。まあちょっとね、新型コロナとかもあって、あ、もう、うん、別撮りがね中止になってちゃってますから、ね、はいはい、今だから懐かしいです、みんなで一緒に撮るの、はい、はい、オーディションとかあったんですかね、この作品では。私はもう新人なので、全然、オーディションとか全くなく、はい、もう呼ばれて、飛び出てって感じです。でも多分メインの方は、はい、1の時にオーディションがあったように聞いてますが。ああ、なるほど。うん、で、まあ、続編なんで、1に出た方は、そのまま、うん、こちらも出演と。そうです。パターンですかね。はい、そうですね。多分ありました。うん、はい。はい、で、メジャースタジオ作品、20世紀フォックスの作品でしたけど、はい。その、本国のオーディションがあったと、もうあったんですかね、この頃って。つまりアメリカのキャスティングディレクターみたいな人が、この俳優にこの声だっていうのを。ね、某 D 社さん。某 D 社さんね。某 D 社さんはあったんです。なるほど。はい。はい。まだその、スターウォーズはね、エピソード1の時からやってましたけど、うん、はい、まだメジャースタジオとはいえ、全部が全部それをやるっていう感じではないですね。聞いてなかったですね。まだ、うん、まあ私も新人だったんで、その時に、あったかどうかっていうのはあまり聞いてはいないんですけど、うん、なかったような気がします。はい、12000、そうですね、もうちょっと後に、その後、2、3年後ぐらいから、ボイスマッチング、マッチングですかね、波形まで合わせるみたいなのが出てきたような気がします。はい。あとは映像は、あったんですよね。今はなんか白黒とかなんか黒丸つけたりとかっていうのは聞きますけど。あ、でもね、やっぱりなんか文字とか入ってましたね。ちょっと見にくい。海賊版対策で、ちょっとなんか。そうです、そうです。プレビューオンリーみたいなのは、なんか、そうです。まだね、まだビデオでした。ビデオテープ。ああ、ビームじゃなくて、VHS の方ですね。VHS でした。だから、たまに機械が壊れちゃってってか、はい、飲み込んじゃってテープを。で、映らないわ、出てこないわで、はい、まあ、その夜になんか、24時間やってるお店まで行って買ったとかいう、つわものもいました。あビデオは怖いんです、あれ。
結構練習されるので巻き戻したり進めたりっていうのを繰り返してやることになりますよね。そう、しかも細かくこう、巻き戻したりとかするので、はい、意外と故障が多かったそうですね、それやってるとまあ壊れやすくなりますよね。はい、そうですね、はい、あ、懐かしいですね VHS なんて、はい、でも結構 VHS って2000年代の半ばぐらいまで使ってませんでした？結構使ってました。2010年ぐらいまであったかもなっていう気がするんですけど、うん、ありましたね、うん、あの DVD になる時の方がかえってあの持ってない DVD の再生機を持ってないっていう方の方が多くて、はい、あのちょっと大変でした。うんね、結構スタジオとかね行ったこともありますけど、はい、当日は返却しに来るじゃないですか。そうですね、テープをね、だから VHS がガーッと積まれてて、はい、なんだろうなこれみたいな白箱でそうですね、あとマネージャーさんが大変でしたねその頃は。制作会社さんに、まあ、自分の事務所の、はい、出演者分の、はい、VHS と、それからまあ、台本はもちろんなんですけど、VHS なんで、もう両手に荷物。重いですよね。はい、リュックと両手に荷物で、はい、はい、大変でしたね。はい。あと、台本って、まあ、当時、当然ね、紙の台本だと思うんですけど、はい。まあ、最近はデータで来るなんて話も聞きますが。そうなんです、そうなんです。V だけじゃなくて、台本も。ストリーミングっていうのかな、なんかストリーミングでまず映像が来ます、はい、で台本はその画像かなんかで来るんですかね、まあ、データで来るんですかね、そうです、メールで来たりとか、メールで来るってことですね、はい、いますね、はい、まあデジタルの時代っていうことでそれに合わせる分と、うん、あとはまああれですよね、秘密保持のためっていうのはあると思うんですけど、もうとってもそのセキュリティが厳しくなりましたね、はいはい、きます、うーん、もうあの翻訳家の方もそのスタジオの中でしか翻訳させてもらえないっていう、だから通うことになるって聞きましたね。なんか缶詰というか、通って缶詰で、そこでしかその作業できないっていうのを聞きますね。はい。はい、まあ、ね、すごいことですね、もうなんかね。うん、あれもなかった、ない時もありました。ストリーミングもダメな時あって、はい、その制作会社さんの、そのブースがあって、はい、リハーサル室、そこに行って、見て、また書いて当日行くっていうのもあります。新型コロナの影響を、別にしたとしても、もうメジャースタジオの対策は、その秘密保持、秘密保持のために、基本的には別撮り。全部ではないですけど、うん、そうですね、まあ、多くなってましたね。だから、本当にこれからどうなるんだろうと思います。そうですね、なんか iPad で練習してそう、もう iPad で個別ブースで喋って終わりみたいな、だから先輩の芝居が見られないんですよ。そうですね、それだね、うん、だから日本のこの吹き替え文化がどうなっていくのかちょっと心配です、ね、別撮りはね、うん、まあ、こういう時代になりましたから、別撮りの収録何作か見ましたけど、はい、まあ、先輩方に当たる方、ベテランの方たちをうんうんうん、先に撮ってその声を、はい、聞いてもらいながら新人の方たちとかに演技させるっていう方向をやってる会制作会社もありましたよね。だから上手い人を先に撮っちゃってそう、確かに確かに、全体のバランスを、ね、合わせなきゃいけないですからね、演出家の方がね。そうなんです、全部を、ね、合わせないと本当に魔法みたいですよ。後でオンエアを見ると、ね、オンエアとか劇場を見るとバランスを取るのが大変だろうなって思うんで、まあそっちの方がね、うん、演出家さんの、その、主たる役目になりつつあるのかなと。ね、まあまあ、本来の演出の役目ですけど、はい、一気に取って調整するんじゃなくて、もう一個ずつ取って、個別に調整していくっていうのが結構大変かなと思いますけど。そうですね。本当距離感とかもちょっと違っちゃいますしね。やっぱりそのなんだろう、あうんの呼吸っていうんですかね、うん、その時のその、はい、その時でしかできないライブな芝居っていうのがなかなかできなくなってきて、うん、寂しいです。そうですね、うん、あとはその当時の台本ってまだお持ちだったりします？もうはい、そう探したんですけどね、いやあるのはあるんです、本当に段ボールに全部入れてあるんですけど探せなかった、ごめんなさい。いやいいんです、いいんです、はい、ね、何が聞きたかったっていうと、うん、昔はメジャースタジオの台本でも、はい、その保管っていうかお持ち帰りになられた。今はもうダメですよね、うん、今そうなんです、現場でお返しなんです、はい、だからもう徹底して
徹底して秘密主義と、はい、全く残らないようになってます。寂しいですよね。そうですね、やっぱり、うん、形になって ならないと、なんていうんでしょうね、あのスタジオとかでも、台本とか保管されてるじゃないですか、自分がとこが制作したものっていうのを倉庫とかに入れて、はい、うんうん、もうそういうのがなくなっちゃうってことですね。そうですね、データファイルであるかないか、それも仕事が終わったらもう破棄してくださいっていう可能性もありますから。そうです、そうです、残らない可能性の方がちょっと大きくなっちゃうかもしれないですね、ここはね。 デジタルの時代のはいいのか悪いのか台本はね、でもたくさんあっても困るのは困るんですよ。また床が抜けそうで困る床抜けるっていう話を聞きますね。はいはい、あとそうですね、そう、保管が大変ですよね。そうですね、はい、だけど後でやっぱり見てみると、ああ懐かしいなってたまに思います、もしもししながらまあね、書き込みもいろいろされてますでしょうしね。はいはい、そうですね。あと、うん、隣の先輩があの落書きしてきたりとかいうの今思えばね懐かしいですね今あんまりそんなことないかなね。うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい。あとちょっとこれで、水戸さんがこの当時、この X メン2の出演者の方で、まあ、はい、よくご存知だったり、親しくされてた方みたいな、声優さんがいらっしゃった、ちょっとエピソードみたいなのをお聞かせいただけると。そうですね。当時は、ライマン、ストライカーの兵士で、水内聖子さんっていらっしゃるんですけど、はい、水内さんなので、はい、水内さんって言うと、水内さんって、水内さんにも聞こえるんですよ。あ、なるほどだから、私が呼ばれても、水内さんが呼ばれても、二人で、はいみたいな、二人で振り返るっていうことがありましたね。はいはい、あとは、そうですね。まあ、山地さんはやっぱりね、もう、なんだろう、こう、なんでしょうね、かっこいい。かっこいいとか言って、的な趣味で。はい、もともと、だから、ドラマとかね、舞台とか、の方じゃないですか、山井さんって。もともとは舞台とか。そうですよね。ですね。テレビドラマもよく出てらっしゃったんで。そうそうそうです、そうですね。そう。かっこいい。山地さんかっこいい。あと、ダンさん。2013年ですかね。急に、ちょっと休成されたので、あれなんですけど、ダンさんとね、山地さんの掛け合いとか素敵でした。ダンさんもね、よくドラマとか出てらっしゃいます。そう、出てました。あ、出てるとか思ってました。前のね、昔の作品。昔、はい。はい、そうですね。あとは、そうですね、幸田直子さんはかっこよかったですね。いつもなんか憧れの先輩でした。ああ、そうですね。はい。ですね。もうでもね、もうまだ新人、本当にまだ、デビューして2、3年の頃なんで、はい、もうまだ、もうそのスタジオにいるだけドキドキというか、で、もうそのエピソードなんておこがましいみたいなのも、ドアの開け閉めとか、まず新人の頃ってこうドアのそばに立ってて、本番が終わったりするとこうドアを開け閉めとかするんですけど、はい、もうそれに命かけてたんで、そんなことできないです。もちろんセリフには命かけるんですけども、それ以外は、はい、もうドアを開けたり閉めたり、先輩たちがお芝居をしやすいように。あ、体育会系ですね。そうです、そうです。で、あと終わった後の、飲み会の、お店探し。はい。もう、一番最初に飛んでって、はい、はい。保護するという。体育会系です。お茶とか、お茶組とかどうだったんですか？あ、ね、お茶組はもうやんない。私の時はもうなかったです。あ、なかったですか。うん、なかったですね。でも、先輩方はあったっておっしゃってました。そうですよね。お茶組の話もよく聞きますけど。そうです。私の時はもうなかった。ペットボトルがもう、はい、一般的になってたので、皆さんペットボトル持ってらっしゃったので、はい、はい、なかったですね。そんな感じですね。はい。じゃあ、水野さん、今日は、楽しいお話、たくさんありがとうございます。ありがとうございました。なんか今日は反対な感じでしたけど。そうですね。はい、はい。ということで、本日ご紹介しました作品、X Men 2ですね。はい。キンキンの放送は、2021年3月21日日曜日、午後2時30分から、ワウワウプラスさんで放送されます。どうぞお見逃しないように。はい。ということで、こちらの吹き替えるチャンネル、YouTube 吹き替えるチャンネルですね。ぜひチャンネル登録と、もし
よかったらこちらのいいねボタンをポチッと押していただくと、みんなに幸せがやってきます。ということで、次回もぜひお楽しみに。ケケルさん、ありがとうございます。こちらこそ、どういたしまして、ケロ。次回もお楽しみケロよ。